ヤッホーサオリです。 FF16 やっていきます。さて、実質エモ買うって書いてるんですが、その前に気になることがあって、こちらでメインストーリー振り返ってたんですけれども、このさ、火の召喚獣がオープニングのとこですよね。ほんでドミナント暗殺、大陸歴873年って書いてるじゃないですか。ほいでもってナイトの誇り、時は遡りって書いてるんです。大陸歴860年って書いてるから、このドミナント暗殺オープニングの時よりも13年前の世界になんか飛んできたっていうことですよね。うん、気になることはつきませんが、続きやっていきましょう。実質へ向かいます。はい、2階にやってきました。この並びにお部屋がありそうな感じですかね。兵士さんがいますね。あ、話しかけられます。お帰りなさいませ。おかえり言ってくれてるわ。この上ですかね。はい、あ、ぽいぽい。じゃあここで、はい、開けてと。お部屋でございます。夜ですね。いちいち綺麗やねんな、これ映像がさ。どのくらいかかるのです？長くはない、4、5日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで天啓を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみ。だから何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を継ぐ身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。15歳。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を、民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。絵になりますね。明日はこう立てなければ。15歳やって。願い事？ああ、まだ来た、この女の子。ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ、絵になりますね。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるように
メティアにお願いしなきゃ。メティア？また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。いやー、見入ってしまいますね。ちょっともう何も喋れへんくなるわ。実況といえども、はい、翌朝ですね。よっこも。すまない、アンブロシア。あ、この子に乗るの。かわいい、白いチョコボ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。いちいちかっこええな、お父様。あ、手振ってくれてる。いってらっしゃい。この子何なんやろうね。関係性が気になりますが。私の国との戦が終わってどうこうとか言ってたから。別の国の子なんかな。ファンファーレ。いいね。いいね。士気高まるいう感じかな。これより、フェニックスゲートに出発する。皆にクリスタルのカゴがあらんことを。我ら炎の神、不死鳥の羽とならん。限りますね。殿下ご出立、開門。あー、かっこいい。なんかいろいろと、まあいろいろとかっこいいな。ほんまかっこええよ。ほんまやっぱ殿下が乗ってるチョコボが一番かっこいいな。なんか色が違うわ。クライブ様、はい、任務の間この子をお預かりしますね。乗っていくんじゃないの。頼む。乗っていかないの。あ、これがなんか一緒に来てくれる人たちかな。なんか俺たちも支度できました。いい感じの優しそうな、高らかそうな青年たちで一緒できるとは光栄です。ああ、お世辞でも嬉しいわ。ありがとうございます。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。頑張ってアクションしますよ。ゴブリン族は凶悪だ。ゴブリン族ね、舐めていると痛い目を見るぞ。はい、それは私に言ってくれてる感じですね。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。ウェイド、タイラー、はい、任せてください。調子ええな、こっち。あ、こっちはちょっと真面目そうな感じ。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。はい、ワールドマップ。え、ワールドマップからスティルウィンドに入るって書いてる。機能紹介、はい、アイコン選ぶだけで移動することができる。え、嘘でしょ。ここ、あ、移動する。はい、これだけで移動できちゃうんです。あ、これ長押しか。はい、
すごい。やってきたみたい、別の場所は。ここにゴブリン族がいるん？なんとかしないといけない。いちいちもう綺麗なのよ、景色が。森ですね、森。なんかむっちゃ虫に刺されそうじゃない、ここ兵士たちのここ心配やわ。蚊に食われそうな感じがする。ゴブリン族か。はい。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。むっちゃ心配してくれてるわ。慎重に行こう。あー、ドキドキしてきた。あ、こっから動かせるんですね。あー、何、メイムで合ってる読み方。メイムを超えてサポートアクセサリーって何これ。やんなあかん。サポートアクセサリーメニュー開いたらいい。ここはアクセサリーが出てきた。オートスローの指輪、オートドッジの指輪、オートアタックの指輪、オートポーションの指輪。あ、オートポーション助かるな。これやっとこうか。これ3つつけれるってこと。うわ、何する。あ、回避してくれるようになったら嬉しいか、これ。あ、じゃあ回避もう一個。オートアタック、オートスローって何。回避系、こっちも回避。じゃあ回避、守る系のやつをつけておきました。ではこれでいきたいと思います。走れ走れ。この辺りも随分荒れたもんだ。確かに荒れてんな。黒の一帯が迫ってるからな。黒の一帯っていうのが鉄軍団やっけ。あ、ちゃうわ、鉄王国やっけ。鉄軍団って。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられた。あ、なんか落ちてる。わいわい握る握るやって。なんかこの上も光ってんねんけど。あ、蝶々が光ってた今。飛んでったな、はい、くぐってと。細かいタイミングでムービーが入ってくるのがなんかいいですね。ドキドキ感が増します。何、なんかあわあわって聞こえる。あわあ、ゴブリンがいる。ゴブリンなんか食べてる。食べてるっていうか壊してる。戦いですか。あ、ドキドキしてきた。これできるかな、うまく。前よりうまくできるかな。ちょっとお調子者の方バレた。ゴブリン気持ち悪い。ゴブリン気持ち悪いな。めっちゃリアルやな、ゴブリン。え、気持ち悪い怖い。行くぞ。リアルなゴブリン怖い。戦います。あ、コツが出てきた。マジックバーストって何。剣による攻撃が命中した時に三角をしたらマジックバースト。剣と魔法両方を使うみたいな感じ。うまくできたらいいな、それ。違う、間違えたこうできた。なんかできてない気がする。こう、え、分からへんでもなんか、あ、お、すげえ。え、ちょっと待って、今のすごない。え、どういうことやろう。どこどこどこ、ちょっとなんで大ダメージ与えられたかっていうのがいまいち分かんなかった。報告の通りだ。報告の通り。ちょっとどっちから来たっけ。奥の方も。え、どっちやっけ。奥、奥どっちやっけ。こっち。村の跡地か。村の跡地やって。どかご用心。はい。ゴブリン出てくるか。あ、いる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 。まだいますよ。やはりいたか。ういひゅー、ういひゅー、ブン。今のかな。マジックバーストなんかなったよね今。多分やけど。うわ、すげえ。とどめを刺しました。何。あ、ドロップしたって。はいはいはい。どれどれ。え、キラキラ。あ、1ギル。どいつと戦ってるかいまいちわかんない。コンボしたコンボ。うわ、なんかすごい、なんかすごい。もうずっと連打してるだけやねんけど今んとこ。コンボはうまくいってます。次どこどこ。こう、なんかね、多分四角と三角を今 うまい感じに交互に押していけばダメージが与えられそうな気がする。まだいる。もらんねん。オッケー、次こっち。ここですね。ここを壊すの。え、何、長押し。あー、あー、すげえいちいちすげえ細かいアクション。はい、これに触れていく。どこや、迷子になんなこれマジで。マップとかないの。マップとかマップが表示されてないんですけど、ま、基本一本道なんで、うん、ぐるぐる回ってたら
迷子になったらぐるぐる回ればうまくいきそうではございますと。はい、これで近づくの忘れてた。お気をつけて。なんて数が多い。何がお気をつけてって言われた。なんでなん。なんか、あー数が多いんかなんて言ってたよね。何ニューエネミーアプローチ。分からへん。でもオートポーションマジでいいな。よいしょ。はい、私の敵じゃないわ。はあ、フェニックスシフトって何やっけ。マジックバーストがうまいこと言ってる気がしますね。こうやってね、こう交互に押していくとマジックバーストが。ちょっとどこ狙ってるか分からへん。じゃ、おらんおらんおらん、敵がおらん。おったおったおった。なにこれ、なんかでかい。あ、でも倒しました。はい、次はどっち。楽しいな、これ。また壊すの。はぁー、てぃー、いいね、道ができましたよ。さあ、進んでいきますか。広場があるんです。なんだか嫌な予感がするぜ。ジャンプするんです。あ、村の跡地とかそういうところにゴブリンが湧いてるっていう感じかな。そんな気がしますね。いますか。ボスが出てきそうじゃない、この雰囲気。ゴブリンの長みたいな。よくかわしたね今。ナイス反射神経出てきたよ。なんかひょろ長いな。いっぱい出てきた。おいおい、こりゃ誘い込まれたか。めっちゃワクワクしてるやん。何。ああ、いるな。何が。これボス、親分、親分のゴブリン。おー、よう分かりますね。そんな見ただけで。まあ上におるからな、ま、高い場所にいるやつだな。大概親分やもんな。おー、あー、まず片付けるって。この辺この辺は恐れずにもうガンガン。これなんなんやろうな、最後。最後なんかとどめ刺すときになんかすごいいい攻撃が出て。これなんかしてるな、怖いな。うわー、かわせました今。分からへん、どこ。いい感じに連打して。これなんかしてる、危ない。いい感じに四角と三角を交互にやってって。これなんかフェニックスシフトってどうやって使うんやっけ。まだ溜まってないんやっけ、ゲージ。はい、こいつに使いたいな、なんかアビリティみたいなやつ。あ、あれか、でもスタン取ってからか。何、あー、でかい。もっとでかいの出てきた、やばー。あー、来る。これボス、戦闘のコツまた出てきた。強敵との戦闘、はい、回避、適切に回避やって。ドキドキしてきた。あ、ウィルゲージね、了解了解。怖いわー、とりあえずかわした。今の一撃を。マジで怖いわ。はいはい、分かった分かった。あれ食らったらあかんねんて。そうやな、そろ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 来そうやな。もう基本離れといたらいいな。振りかぶったらもう離れない。早く早く早く、いいよいしょ。 OK、 近づいてスタン取りたいけど、まだまだゲージが。あ、やばい、離れて。はい、いいよ、まだ食らってないよ私。離れて。何これ何。あ、ひるませる。 50% まで削るとひるませることができる。はい、有利に進めることができます。早く、みんな早く、もっと殴って、もっと早く。あー、やばい。何、受け流す。え、何、パリーって何。え、タイミングよく剣であると。何パリー、よくわかんない。パリー、よくパリーわかんない。これまだひるんでる。ちょ、かわしたけど大丈夫、まだひるんでるか。これよ、分からへん。あ、やばい、終わった、怖い。ちょ、みんな食らいすぎちゃう。大丈夫、テイクダウンって何やったっけ。はい、テイクダウン中にダメージが 1.5 倍まで上昇します。トータルダメージが表示されます。ちょっと待って、分からない。フェニックスシフトって何やっけ。これできるっけ。これできない。あ、できる、できた今、分かんない。フェニックスシフトできた私。これなんかジャンプした攻撃とかも今。あー、逃げて逃げて。あー、逃げて逃げて。早く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 。ちょ、あ、怖い。なになに、
さあ、ここと。もう、やめてよね。キュ、あー楽しいの。あ、来るよ。まだか。逃げるの早かった。あー、なんで、なんで当たりに行ったの、私。ちょっと。あ、これひるんでる？チャンス、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 チャンス。あー、逃げて！なんかね、回避をついつい。回避ついつい、バツボタンの位置のやつを押してしまうけど。こっちね。みんな危ないよ。よいしょ、よいしょ。あ、ベッカスイズ、みんな、みんな逃げて逃げて、早く逃げて。危ない、危ないってみんな。ちょっとみんな、何してんのみんな。みんな逃げて、早く。ちょっと何、めっちゃ当たってるやつおんねんけど、斧のやつ。あ、ちょ、お調子者の方か。来た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 。いけいけいけ。絶対。これ、これできてる私。フェニックスシフトが使いたいんやけど、使えてる。ちょ、なんかいまいちやったな、トータルダメージ。なんか私使えてない気がすんねん、アビリティ。ちょ、もう一回復習せなあかんわ、アビリティの使い方。うっぷっぷっぷ、怖い。みんな吹っ飛ばされすぎじゃない、ちょっと。しっかり見て、しっかり見て戦って。ほら、来るからもう、ほら、食らってしまいました。ポーション足りる、足りそうやな、大丈夫。わ、あー、ビッグスイ、みんな早く、早く、離れて、早く。みんな早く。離れて、ほら危ない、みんな早く早く離れて、早くプレッションダメージってなっけ。うい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 、あー離れて。ちょみんな大丈夫、みんな回復できてる。ま、頼むでマジで。あ、終わり。なんて読むの、ギガースかっこいい表記すぎてなんて読むか分かんなかった。レベルアップ、やったー、倒しました。はい、何、報酬画面やってなんかもらえるって。ハザーレザーアームレッド、なんか装備かな。うわー気持ち悪い、気持ち悪いな、リアルゴブリ。うわー、もう行って行って行って。ふう、やりましたよ。こいつはなんだ。あ、逃げた。自分だけ逃げるつもりか。卑怯やな。追うぞ。あ、行くんや。マジか。あ、了解了解。何、クライブを強化するには、あ、装備、アビリティではアビリティポイントを使用してアビリティの習得や強化をすることができます。なんだってやらなければ。まずこの腕のやつ、あ、ゲットできた腕のやつを装備したいと思います。オッケーで、アビリティ、これ何、はい、よいしょ。あー、ダメージを取るか、テイクダウンを狙いやすくするのを取るかみたいな感じ。なんだなんだ。なんかさ、いちいち難しそうなアビリティばっかりなんやけどなんか覚えなあかんって感じするこれ。まあなんかさ、じゃあこのバーニングブレードっていうのを取ってみたいと思います。とまず取れるかな。取れた。長押しして炎がまとったらボタン離すんやって。これぐらいならまだ覚えられそう。これでも全部取れんのかな。取っといた方がいいか。なんかさ、数値的に取れそうなんまだあんねんけどさ、これさ、1個取って1個に絞って1個のやつをどんどん強化していった方がいいかな。なんかいっぱい取りすぎても覚えられなくて結局使わなさそうやもんね。じゃあ一旦ちょっと置いておきます。うん、1個技が増えたので次使ってみたいと思います。使えるかな。ポーションとかいっぱい落ちてて助かるわ。おった、こいつとも戦いになりそうかな。うー、でもでー、逃がせへんで。なに、よいしょ、普通に通れたわ。時間稼ぎされたけど、こっちやな。はいはい、見えてますよ。はい、追っかけていく。あ、もう逃げ場ないんちゃうか。気持ち悪いな、しかしほんまに。こいつにもとどめを刺しちゃいますか。ん、何をする気や。何、なんか勝手に動いてる。水中になんかおる、これ。そんな、何、あ、これ、モルボルや。うわー、リアル。モルだと、どうしてここに。あー、臭い気、吐かれる。で、ここに戦うの、マジで。
域に注意って言われたけど、タイミングわかんないしな。ちょっと長押しのやつやってみよっか。うい、いやー、あ、すごい強い気がした。今どうなる、あったー、やばい、みんなかわした、大丈夫、やつの前方に気をつけろ。うん、かわしたよ。何、長押しする、えい、これ気持ちいいな、覚えたてのアビリティ。あ、これはコンボコンボ、えいちょ、よいしょ、うーぺめぺい、あー、ダメージ食らった今、大丈夫か、使い時難しいな、あーやばいやばい、危な、かわした今、かわしたんかな、これよいしょ、待機の瞬間が結構攻め時な気はしたよね。よいしょ、これも使う、これ使えてる、アビリティわかんないちょ待って待って、もっと使いたかった、この火の剣のやつ、あーやばい、来た、あー危ないめっちゃ危なかったね、はーい、よいしょー、だいぱい、だいや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 、連打しかしてないけど、炎のやつ使いた、炎の剣もっと積極的に使っていきたいですね、よいしょー、やったやったやった、魔法も強化したい、何何何、クライブ様警戒を、どこ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 、いた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 、うわ、何何何、ちょ何もできん、何もできん、ちょあ、おすげえ、何それ、何これ、戦闘のコツ、戦闘中の攻撃レート、何それ、はあ、え、この画面になった場合は時間内に、あ、あ、攻撃しまくれるってこと、オッケーオッケー、イエ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 イ、よ、分からんけどテイクダウン取ったよ、うわーうわー、何、怒ってる怒ってる、でもテイクダウン、はいはいはい、よいしょ、炎の剣のやつオッケー、いいかい、いい感じかい、どうかい、これ、これは何、あ、これだ、今のアビリティ使い方やっとわかった覚えてなかったわ、やり方が、すいません、すいません、あー、また来るよ、これ怖い怖い怖い、離れて大丈夫か、狙って大丈夫か、怖い、やばい、食らってしまったが、大丈夫、あー、やばい、来た、逃げろ逃げろ、よし、いけ、溜めて、溜め技、えい、よしよ、あ、これ、あれか、溜まったか、これ、ライジングフレーム使えた今しわかんない使えたような気はするけど、なにたーってずっと言ってるわ、誰か、あー、危ない、炎の剣で攻撃、炎の剣全然強くないな、でも炎の剣があんまり強くない剣について、ライジングフレーム、あ、いいよ、ライジングフレームが今すごいダメージを与えました、1000以上のダメージを与えた気がしました、よし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 、いいよ、いいですよ、なかなかいいですよ、離れましょう、怖いですね、はい、溜めて、よいしょ、いいよ、炎の剣いいな、いや、やっぱりさ、もっとさ、アビリティいろいろ覚えたいな、なんか連打だけしててもなんかしょうがないっていうか、しょうがないっていうか面白くないっていうか、なんていうか、これまたあれか、ダメージしまくれるやつになるかはいはいはい、なに、あ、回避イベントは、はっはっはっは、はぁ、あ、分からんけど、これ押せばいいってこと、ちょ、なに今のはさ、タイミングとかがあったってことかなすいません、よく分かんなかったけど、正直、はい、ライジングフレームからの炎の剣、よいしょ、あ、いい、えい、もう連打しまくってる私怖い怖いよ、やめてください、うん、よいしょ、また炎の剣やる、よいしょ、暴れまくりじゃない、怖い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 、逃げろ逃げろ、わー、危ない危ないよ、みんな逃げて、私の体も若干引いております、マジで怖かったね、はい、えいよ、ダメいっぱいよ、どいしょどこいしょ、はい、炎の剣、よいしょ、あ、なに、気持ち悪い、臭い、切った、よいしょ、だい、あ、これこれ食らってしまってる、早く行き過ぎた、あー、待て、まくるって、怖い怖い怖い、風風風、やだ、やめてください、やめてください、危ない、
な。イケイケミーの押せ押せ。はい、声離れろ。やばい。ポーション足りるか。あー、カンカンカン、今カンカン。逃げて、逃げて、早く、早く、早く逃げて。みんな逃げて、早く、逃げて。巻き込まれている。怖い。巻き込まれているけどかわせてる。奇跡的にかわせてる気がした。行け。今だ。攻めとき、攻めとき。ちょ、みんなどこ行った？みんなどこ行った？早く。みんな早く。早くしてみんな。よいしょー、テイクダウン。いいよ。これでもやれるんじゃない？これ。ライジングフレームで。出た？ライジングフレーム出た？出てないわ。で、ちょっと、で、出たわ。使われへんかったわ。炎の剣、炎の剣。よいしょー。もうちょいやな。怖い怖い。これ最後の暴れがまくりかもしれない。みんな早く。かわしてもっとちゃんと。しっかり見て。しっかり見て、かわしてみんな。こうやって。わかる？こうやってかわすのよ。よいしょ。早く早くみんな攻めて、今今やから。ちょ、炎の剣。ちょ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 、あー怖い。でももうちょっとでやれるから攻めてしまう。怖い、やだー、汚いわー。あー、やばいやばい。最後の暴れまくりではなかった、さっきの。避けて避けて避けて。とりあえず回避ボタン押しまくって避けて。みんなみんな早く。よし、行くよ。最後これ、とどめ佐藤。よいしょー。なんか足場が悪いけど、足場が悪いけど、なんか足場が悪いかも。なんか近づけないんですけど。ちょ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 、もうちょっとやのにな。やりたいな、もう。やってしまいたい、やってしまいたいな。お、やれたな、やれたかな。やりました。まるまる、スレインって書いてた。スレイン、イエーイ、楽しい。結構なんか HP 高かったね。結構時間かかった気がします。もうちょっとスマートに倒したいですね。アビリティやっぱ取ってきた方がいいな、どんどんな。なんか技いっぱい、うん、覚えてって、いろんな技を繰り出した方が、ダメージ与えられるような気がした。強化もしたいけどな、悩みどころやな。はい。疲れましたね。え、なんか、毒とか入ってない？大丈夫？なんか、疑ってしまうわ、ゆうき。ごめんなさい。はい。ゴブリン族だけでなく、モルボルまで。びっくりしましたね。討伐隊の編成を進言しよう。そうしましょう。言い方が難しい。すごいぐっちゃぐちゃやけど、モルボル。民に被害が出る。危ないね。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば、日暮れ前にはフェニックスゲートに。あ、そっか、儀式が行われてるんでしたっけ。そっちに合流しに行くんですね。どうした？モルボルを気にかけています。すごいな、オブジェみたい。オブジェみたいな。何が起きてる？モルボルがいい感じに固まってオブジェみたいになったのを後にしまして、日がね、どんどん暮れていくからね、急いで合流しないといけないですよ。さあ、はい。で、どこに行けばいいんだ今？どこ？ん？あ、こう。あ、もうすぐ行けちゃう感じ。あ、さっきのところにはもう行けないのかな。これがさっきのとこか。うん。あ、もうここしか選べないわ。はい、じゃあ一旦これを選ぶということで移動します。フェニックスゲーツ、ワクワク。真っ暗です。キャカバ餌食べてる。そして、なやなや。こいつ調子ええな、やっぱり。ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。ウィー、ちょ、混ざりたいな。でもここ楽しそう。もっと話しよう。さあ、ブレイコーだ。あ、将軍もおるやん。教え子の活躍ほどうまい魚もないのか。なかなか頑張りましたよ、クライブ。これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かす。まだ15歳やからな、一緒に飲まれへんのか。豪快ですね、美味しそうですね、いいですね。あ、いる、弟くんが。どうしたの？食べないの？あら、嫌いなの？人参かトマトか分からんけど。豪快やな。
もう音鳴ってるだけでおもろいみたいなこのギャップよ。宴の空気に酔っただけです。あんま得意じゃなさそうやな。今日は一段と騒がしいからな。クライブ君はどこにいるんでしょう。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライブは名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ。女子は召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ。なんか若干はぐらかしたような感じもしたけどな。音出して、ね、叩いて太鼓みたいに音出して今度はみんなで歌って、もうなんか分かりやすい宴会って感じ。ええな。お父様もちょっと混ざりたかったんやな。声が小さいぞちょっと落差がすごい。この弟くんとの少し席を袖がええと思うわ。気ぃつけてな。でも真っ暗よ外。誰か見ててあげてな。ちょ一人で行かせて大丈夫。ほんまに兵士たちが楽しそうすぎて。あ、よかった。多分クライブくんが見ててくれるよね。一人でついてきたなんて。あらまあ、猫ちゃん。本当に大物になるかもな。こんなところにいたの。お前こそどうした。席にいなかったから。それで探しに来たのね。宴の時だけはナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ兄弟揃ってそんな感じ。僕だってそうだよまあまだ子供やからな。あんな宴の場結構なんかめんどくさいかもしらんな。うざがらみされそうやし。月が綺麗ですね今日もね。モルボル大使の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと脳なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥フェニックス。この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ。兄さんのように。それぞれに使命がある。遥か遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命。
俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。ほら、まずは自分の体を大事にしろ。わかったか？そうだね、先に休むよ。お休みトルガル。夜明けですか？え、そういうわけでもない？なになに？馬車、馬車がいっぱい来た。物資？ほんまに？大丈夫、もっと確認してちゃんと。大丈夫？え、そんだけでいいの確認。不安なんですけど。ずいぶん遅かったな。遅かった。ちょ、怪しいって絶対あかんって。ちょ、もっと確認してしっかり。なあ、そんな、ほいほいと、開けたあかんじゃん。ワインでも売りに来たのかと思ったぜ。あいつらしつこくてな。ほら、言わんこっちゃない。何を？結構顔見知りやったんかな。やばい。侵入されてしまいましたよ。ちょっと見張り少なくない？なあ、ちょ兵士たち宴してる場合ちゃうって。もう寝てんかな、もしかして。何？え、あ、これ鉄の鉄軍団来た。やば、うん、手はず通りに。鉄王国、鉄王国か。鉄の人たちが来た。これ、やばない？え、マジでやばくない？なあ、みんな何してんの？兵士よ。ちょ、なんかまだ盛り上がってる声すんな。眠れてますか弟くん？お布団かけなくて大丈夫？寒くない？可愛らしい寝顔で。やばい、この子がさらわれてしまったら。ちょ、みんな守ってや、ちゃんと頼むで。あー、やばい、もうドキドキする。怖い。あ、もうこれあれか、戦ってんか。宴の音じゃない？これは血の匂い的な。やばい。ジョシュア様、夜分遅く失礼いたします。ウェイドと申します。一体何事です？敵襲ですが詳細は不明。すでに火の手が回っています。まずいまずい。ジョシュア様は裏口から脱出を。わかりました、行きましょう。ジョシュア様、こちらへ。不死鳥のヒナ、何？え、まさかのジョシュア君を操ることになりそうです。びっくり。やばい、もうなんかストーリーが一気に加速して頭が追いつかないね。いやでもね、この二人の兄弟の関係いいですね。でも若干切なさもあり、お互いがさ、ないものをなんかすごい羨ましがっている。なんかそれがコンプレックスになっているというかさ、そんな感じいたしましたね。
クライブはさ長男やのに自分が不死鳥の力を授かれなかったっていうことにコンプレックスを感じで、このジョシュア君に関してはなんか心身ともにそんなに強くないのかな、だからお兄さんみたいに強くなりたいってね思ってたりしてさ、なんか二人で一つみたいな感じでさ国をさ盛り立てていけたらいいんやろうけど、でもさそれにしてもこの子たち何歳よ、クライブくんは15歳、この子に関しては10歳にもなってない可能性ある。そんな二人がもう国のための重責を負ってるというそこにも切なさを感じてしまいますが、では気になるところでございますが続きは次回やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。